シタナガババア。これは諏訪に伝わる妖怪の話である。お、明らかな。旅人が空き家だと思って入ってみると、そこには70ばかりのばあさんが一人で住んでいた。その夜、旅人が寝静まると、長い舌でばあさんが舐め回す。真っ赤な顔をしたシュノボンという友達の妖怪が、シタナガババアになぜ食わぬかとそそのかす。舌で舐められるだけならまだいいが、油断していると食われてしまう。刀で切りつけると、慌てて逃げ出し、家もたちまちのうちに消えてしまうという。